さあ始めていきましょう。第あ、こっちじゃねえ、こっちだ。今の書いたの消して、この銀布の、まあちょっと特徴的なこと、こう銀布に限らないかな、レイヤーを選択しながら書いてるから、こっちでこの時こうやって書いても、こっちでは見えてるところ、見えてないところに書いてるというか、ここにこうバカって書くでしょ、見えない。しかしこっちのレイヤーには書かれているから、こうするとほら分かって見えるっていうね。まあこういうところはだんだん慣れていきましょう。だんだん慣れていきましょう。第2回アザラシお絵かきのコーナーでございます。どうもチョコアザラシです。やっていきましょう。今日は前回描いた絵に色を塗っていこうという、またそれだけです。バカが残ってる、消えない、こっちじゃないんだっつーの。この辺がね、ちょっとあのもたくさしちゃいますね。しちゃいますね。はい。さあ、色を塗っていくんですけど、まあちょっとこれ下の方すぎるんでね、上の方にもちょっと持っていきましょうか。これをこのままなんか運ぶ方法あったような気がするんだけどな。なんだっけかな。プラス、シフト、アルト。アルトとシフトかな。あ、できた。できてんのか、これ。できたような感じがする。え、今のやり方は何だったんだろう。コントロールを押しながら R とキーを押すと、このままこれをズルズルと動かすことができるんですね。多分ちょっとあのこういう風にで、このアンカーで落とすとことができるんですね。知らなかった、こんなことができるなんて。まあいいんです。それはどうでもいいんです。こういうこと、ここから先行かないよね。これはちょっと良くないとこかな。これはちょっと良くないとこかな。別のレイヤーに落としとこう。下のレイヤーと結合と。下ああ、下けど、この選択だけはこうなってる感じか。足先描きたいな、足先が。野球用の、そうか、これもう線画で出しちゃってっから、あれか、ここから書き加えるのめんどくさいな。この辺がちゃちゃっとね、書けるだけの画力がありゃね、あのこんな小手先のテクニックで銀布を極めたいなんて、銀布をこう使いこなそうなんて思ったりしなくていいんでしょうけども、まあそういう力がないから銀布を使ってますわね。はい。足がちょっと、もうちょっとこううまく描けんものか、この人は。前回描いたこの人はもうちょっと描けんものか。さあ、じゃあまあ下半身どっしりしてるな。三浦大輔バリングどっしりしてる。色塗っていきましょう。ちょっとここまで結構かかりましたかね、時間が。7分ほどかかってる。あと13分ほど色塗っていきましょう。真っ白の状態のままなのに色塗っていきましょうとは、これいかに。ここからがちょっと作業ですね。色を塗るときですけども、まあ、ざっと塗りましょう。ざっと。まず肌色から塗るのがいいと思う。あの、肌の色なんで、肌色って言わない方がいいのか。いや、いいでしょう、それぐらい。それぐらいはいいでしょう。肌色から塗っていきましょう。で、どこまで塗るかがあるけど、こういう時に試されるな。よいしょ。洋画色でレイヤー作ればいいや。さあ、塗っていきましょう。ここの線画レイヤーが上に乗ってるので、線画レイヤーが上に乗っているので、まあ、ざっくり色を落とし込んでいけば、まずはいいと思います。形取っていくというか、別にこれはもう色なんて気にせずに、
どこまでが、だからこれはこれはこのキャラクターだけ浮かして浮かすための塗り方ですね。そうしないんであればもう別にわざわざこんな境界線を対して気にしなくてもいいかなと思います。ほんとこうたくさんある中に描く、たくさんある風景に描き込むとかだったら別にこんなね、こと細かに丁寧に境をね気にしながら描かなくていいんじゃないかなと思いますけれども、それでもこのそれでもまあ楽に描いてます。そんなに丁寧に綺麗に縁取らなくてもいいかなと思いますよ。こういう時にコントロール Z とかを押しながら、コントロールと Z を押しながら、やり直しをしております。こういうのね、選択ツールとかを使ってちょこ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 切り取るやり方もありますねやり方もありますね。そっちの方が楽かもしれない。うん、そっちの方が楽だな。こうします。こうすると、いや違うな、こうします。こうするとこの黒の周りが全部範囲が選択できたんで、これを反転します。選択範囲を反転します。ゴリゴリやるやり方だったな、さっきは。選択範囲を反転すると、まあマスクを見せるといいかな。だいたいこういう風に選択できてます。あ、ここが濡れてないね、ここが濡れてないね。まあいいか。だからこれで、これで塗っていくとこういう感じですね。ちょっとはみ出してるかな。まあいいでしょう。はい、できましたね。ちょっとこの辺が甘いなと思ったらここを消していきましょう。でまあ、ここに色をつけていくわけだから、ここだけに色が、これがそのここ以外には塗りたくないわけだ。例えば髪を塗っていくときに、ここ以外に例えばこのオレンジ色にしようと思ったときに、こうはみ出したくないというので、どうすればいいかというと、これ、ツールオプションで色だけを選択するやつ、こっちは見えているところで選択するやつけど、色だけを選択するやつを使います。これで OK です。これでもう塗りたいところはさっき塗った肌色塗ったところだけなので、これでチャッチャッチャッと、チャ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 ッと、チャ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 ッと描いていけば、もう紙だけは簡単に描いていけられます。さあ、服も描いていきましょう。白にしたいけど、ちょっと肌色、ちょっと灰色入れる。ちょっとじゃないな、これ。ちょっとどころじゃないな。もうちょっと灰色。あと青。ちょっと見ましょうか。これ真っ白にしないのにちょっと理由がありまして、真っ白はなかなか扱いづらいですね。あと原色っぽい色。原色っぽい色も扱いづらい。ちょっと灰、は黒っぽいというか、ちょっとくすんだ色の方が、後々楽です。さあ、このオレンジなんかも本当はちょっと良くない。これぐらいのオレンジの方がいい。これぐらい、もうちょっと濃い方がいいな。もうちょっと濃い方がいい。これぐらいかな。オレンジとは言えないな、これじゃあな。こっちぐらいか。これね、色のセンスだけは、どうしても、色のセンスだけは、ない人はないと思うんでね。そういう人はもう諦めた方がいいと思う。絵を描くのはね、色のセンスばっかりは。
こればっかりは鍛えてどうにかなるもんでもないと思う。さあ、こういう風な三角のところを使う、こういうの三角、尖ってるところを色を塗るのに、わざわざブラシの先端を細くするっていうのはナンセンスです。じゃあどうすればいいのかっていうときは、ここから肌色を取って、ここを塗る。そしてここを塗る。ここから橙を取って、ここを塗る。ね、わかる？わかるかな？わかるかな？わかるかな？ここから橙色を取って、ここから肌色を取って、ここまで塗る。この端っこだけを、端っこだけを、この円の左側の端っこで消すと。で、今度は橙色を取って、円の左側端っこを使って、こう塗る。こう塗る。こう塗るを繰り返すと、非常にね、スムーズに、スピーディーに色を塗っていくことができます。ぜひ習得してほしいテクニックの一つですね。色を塗るときに、このわざわざブラシの先っぽを細くするっていうのはあまり、細いところを、細かいところを描くのにはいいんですけど、そうでないところにもかかわらず、わざわざ、ね、ペン先を細くする必要はございます。必要ないかなと。その必要はないかなと思います。ウィッ。ウィッ、ウィッ、ウィッと。ちゃちゃちゃ。ちゃちゃちゃ。あと何のとこある？こうか？はいーと。チェッ。ビシ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 。グローブじゃない、靴黒でも真っ黒にしたくない。でも本当は多分綺麗な黒にした方がいいんだろうな。黒じゃないな、これ青だな。飲もうか。まあまあ、急いで描いてるんでそんなに気にしないでください、塗り方に関しては。グローブはこんなもんかな。こんなもんかな。この位置おかしくない？ちょっと手の甲とこのグローブのここの位置がおかしい気がする。気にしない、今回は気にしない。さあ、大まかな彩りができました。色を取っていくことができました。できてない。ここはできてない。んで、そうだな、目かな。ここは白を使ってもいいです。白、いや、もうちょっとかな。白もちょっと灰色っぽい。こういう時にはブラシのサイズを小さくしましょう。はい、ここか。ちょっと混ぜて、ここで色を混ぜて作る。ちょっと赤が欲しいな。どうかな、こんなもんかな。こんなんだな。よっしゃい、できました。これで最初の色付けが終わり。さあ、次にですけど、これじゃあさすがに素っ気なさすぎるなと、色が素っ気なさすぎるなと思うのは普通でしょうですね。ベタッとアニメの中でも塗ってねえじゃねえかっていうぐらい色がついてないと思われる方が多数でしょう。色というのは光の光源があって、こっちから光が当たる、こっちは影になってる、こっちから光が回り込む、こっちから影が回り込むっていうのだけ意識しとけば色塗りは非常に楽になります。さあ、それはどういうふうに楽になるかというと、自分流の一つですけども、ここの色をつけたレイヤーの上に、ちょうど黒と白のバランスが半々、50になっているレイヤーを作ります。グレーのね。これをオーバーレイにします。すると見えなくなるんで、ここに、黒と白で影をつけていきます。はい。黒と白で影っていうのかな。光を当たるところ、こういう色は気にしない。思っていた色と違うのでてもあまり気にしない。白がこっちが光が当たった色と、そしてこっちが影になっている色という風な感じでちゃちゃっと塗っていきましょう。
ふい、どうでしょう。はい、どうでしょう。簡単、完成しました。もう色塗りはもうほぼほぼ終わりに近づきましたね、これでね。よく見たら、ここの色が、ここの耳の色が。ここはちょっと出てますね。消しましょう。ここが出ている。こう消して、こう塗って、こう消すか。いっす。はい。まあ大体こんなもんです。自分の色塗りテクニックと言ってるやつは大体こんなもんです。あのオーバーレイのね、レイヤーを一つ、乗った色の上に、塗った色の上にこうやって乗っけるだけで、非常にその表現力が広がるというか、表現力とまでは言わないか、色にグラデーションが簡単につくので、色にグラデーションがつくので、単色に塗った後にこうやって調節をしていくと、ここは影がつくと、ここは影がつく、ここは髪の影がつくから、髪の影がつくからこう乗っていくというふうな感じで、塗っていくとですね、これも黒と白を、スポイトで取ったりしてます。このところは影がつく、ここも影がつく、反面ここにはここにハイライトが入る、袖の下に影が入るから、ここから黒を持ってきてこうやって塗るとか、ここは影になる、当然ここは影になるけど、光も欲しいからここら辺に光を入れる、ここから光を打ってきて、やっぱここが影になるからここを塗る、このところも影にしたいとかね。でこれが特に効果を発揮するのが、シワを作るときもこう影光っていう風にすると簡単に、でシワの感じも作ることができますね。ただこれ真っ白ではできないので、さっき灰色とか薄い青とかを作ってます。真っ白に、白を吹き飛ばすには、白色を吹き飛ばしたいだけだったら、まあ、後でオーバーレイでやればいいんでね。こういう風にして簡単に色をつけることができるわけですね。皆さんもぜひね、簡単なのでね、これは、色を塗るときにいちいち全部レイヤーを分ける塗り方もあるし、多分それがオーソドックスなんでしょうけど、さすがに毎回それやってたらしんどいっていうので、こういう風な簡単なやり方もあるので、ぜひ真似してもらってほしいかなと思います。はい。もうここなんかすごく色がおかしい感じになってるな。トトとかよし、 OK かな。こんなもんかな。ちょっと違うな。気に食わない。ここはこれでいいんだけど、ここはこれでいいんだけど、ここはここ、これこんな感じ。こんな感じだな。よし、OK でしょう。ただこれだとね、もうちょっとだよね。これに、これに焼き込みレイヤーを使っていきます。このコピーでもいいんだけど、コピーした上で焼き込みレイヤーを使ってもいいんだけど、焼き込みレイヤーを 20.9 ぐらいでやる。焼き込みレイヤーも基本的にはオーバーレイと同じように中間の50-50のグレーを認識しないので、これもそのまま使っちゃって大丈夫ですね。そうすると温度のある色になります。ちょっと何言ってるのかよくわからないけど、温度のある色になるので、これうまくちょっと使っていって、こんなもんかな、これぐらいかな、これぐらいで、ここの色を
取ったりしながら取って書いていくと、こんな感じですね。だいぶ夏っぽい感じがしてきましたね。さあ、さらに次に使うレイヤーは除酸レイヤー。除酸レイヤーは白で使うのがいいですね。白で除酸レイヤーを使っていきましょう。真っ白にして除酸レイヤー。でねねねねねねでねでね。除酸レイヤーは白にして黒にする。黒を描いていくと、そこが引かれて、引かれてっつうのかな。消されていきます。あら、思ってたような色の消え方をしてくれてない。微粒結合の方がいいかな。微粒取り出し。微粒取り出しにするんだったら、微粒取り出しにするんだったら白はいらないか。こうかな。割とええ加減に適当にやってますので、やっぱ助産が使いたい。一番このピカーンって光るハイライトを使うには、この助産を使いましょう。ちょっと人間の描く力ではなかなかできないような。効果が出せるんでね。これはあのぼかしですね。ぼかし。指先ツールってやつですね。ほい。まあこんなもんでしょう。おいで。最後にオーバーレイのレイヤーでも作って、光を全体をなじませると。なじませるという作業をします。どれがいいかな。これが一番。使いやすいかなと思っていつも使っているやつですね。これの方向がこう来るんだかなという感じで、ほい、こうかな、これかな、これぐらいかな。よし、あ、もうちょい。これはまああの見える範囲でやるとしたら、こういうふうなものをオーバーレイヤーで乗っけているという感じですね。こちら側は黒くしたいから、こんなもんかな。だからこの足先を黒くと。で、これでオーバーレイヤーすると、まあいい感じかなと。ですね。はい。ということで、最後。画量転生を描くじゃないけど、目を描いて終わりにしよう。黒はどこにもない。
どうでしょうね、これこうしたいけどちょっとおかしいかということで、はい、自分流の色の塗り方でした。ちょっとこのどれだ、これがこれが怪しいな。この2つで作って違うな。これか、こいつか、このレイヤー、この微粒取り出して作ってる線か。ちょっとこれが違和感があるので馴染ませますか。ってな具合ですかね。はい、アザラシ流色塗り術でした。まあポイントとしてはジャジャッと色を塗るで、オーバーレイで陰影をつけていく、オーバーレイで陰影をつけるで、焼き込みでさらにちょっとこの日向感をつける、焼き込んでいく。これは焼き込みはもう本当にオーバーレイで作ったレイヤーを元にして焼き込みレイヤーも、これはコピーで作るのが楽ですね。もう一回作るとしんどいんでね。オーバーレイだけどちょっとね、さっぱりしすぎてるんで、オーバー焼き込みでさらにちょっと色を濃くする。そして、除酸、除酸で光を抜いていく、光を抜いて、これはこの辺、この辺にも使った方がよかったな、この辺にも使った方がよかったな、靴の先とか革靴のつもりだったら、この靴の先とかにちょっとこうすると、川にもいる？いらないな、ここいらない。よし、白だと、ボールにも光らせるか。という感じでした。まあ色塗りなんてのはね、自分の塗り方っていうのを見つけるのが、これもね、なんか誰かのやり方よりも自分の見つかやり方を見つけるのが一番だと思いますけども、まあ、そんなにめちゃくちゃ複雑なやり方もあれば簡単なやり方もあるということで、これも一つ参考にしてもらえればと思います。インプでの書き方でした。今度また。